目が覚めたか。まだぼーっとしてるのか。その表情、かわいいじゃないか。勇者ちゃん。そうなんだ。君は俺との戦いに負けたんだ。それも一瞬で。魔法使いはどこかった？こいつのことか。どうしてこんな弱い人間を気にかけたらんだ。安心しろよ。殺すまでもない。けど、死にだないな。どうしてあんな弱っちいやつを好きになるんだ。俺の方が何倍も強いし、かっこいいだろ。殺せだと？バカを言うな。俺にはな、ずっと好きな人間がいたんだ。けど俺は直くんだ。それに、蛇のモンスターだから。モンスターと人間が愛し合うなんてできるわけがない。そんな当たり前のこと分かってたけど、蛇ってのは執念深い生き物なんだ。だから一生懸命頑張ったんだ。そう、たくさんの人間を食べた。俺は強くなった。けどな、戦いの強さなんかより、もっともっと素晴らしい力を手に入れたんだ。なんだと思う？生まれ変わるんだ。ヘビカルプと言ったな。どんな人間だって俺と同じヘビのモンスターに変えてしまうんだ。その毒を生み出す力を俺は手に入れた。これでもう種族の違いに思い悩むことはない。やっとだ。
やっと大好きなコンテを手に入れることができたんだ。俺のことが好きじゃないって俺を倒してやるか。さっきは二人でも倒せなかったのに、今度は勇者ちゃん一人だ。俺を倒せるって。いいだろう。だったら試してみるといい。入れてやったぞ。誰が逃げていいと捕まえた。どうだ、俺に切れ。気持ちいい。泣き顔も可愛いじゃないか。もっともっと締めて。ぐちゃぐちゃになった泣き顔を見たいな。ほら、やめてほしい。降参して俺のものになるから、ちゃんとお願いしろ。これでやっと勇者ちゃんは俺のものだ。そろそろか、勇者ちゃん。体が熱くなってきたか。毒が効いてる証拠だ。もうすぐ勇者だった頃の記憶も消えて、俺と一緒の姿に生まれ変わるんだ。愛しい君の姿、じっくりと見させてもらうことにする。俺の思った通りだ。すごく可愛い。へそか舌が蛇の体になってる。紫の鱗もすごく綺麗だ。ほら、口も安した。立派な毒の牙も生えてる。それにこの長い舌、これからたくさん一緒に絡まり合うんだ。
見ろよ。さっきの魔法使い、起きたようだな。俺たちが愛し合ってる姿、いっぱい見せつけて。